では本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、海外不動産投資格論ということで、はい、シンガポール編ですね。はい。はい、シンガポールは首都などはなくて、その国自体が都市国家として存在してまして、今は600万人ぐらいの人口規模となっておりますね。でシンガポールの国の成り立ちとしては、まあ、中国から移民された方々がベースになって、まあ、国家を形成しているというふうに思っていまして、まあ、治安がいいということもあるもんですから、全世界から結構シンガポールに移住する方が多くてですね、富裕層の方々が移住したりとか、あとは金融でも、まあ、空港でもそのハブというかいろんなところにも、取引ができたりとか、いろんな国に行ったりする拠点として利用されている方が多いですね。なんか投資の種類としては特徴的なものがあったりするんでしょうか。今申し上げたように富裕層の方々が世界中から集まっている現状ですので、まあ、物価も高いですし、で投資の種類としてはやはりコンドミニアムとかそういう建物になるんですけれども、もちろんその数千万単位というようなものとかもあるんですけれども、その大半がもう何億円というのは1億から5億とか10億とか、まあ、上はもう限りなくあるんですけれども、そういうふうなこう状況になっているので、なかなかその一般の投資家が利回りだったりとかそういう、ポートフォリオの中でこの分野はシンガポール不動産というふうにはちょっとこう考えにくいのかなというか、富裕層が実際に自分たちのこう住まうために購入をしているというのがほとんどだと思います、ね。ああ、そういうことですね。じゃあ住宅兼投資みたいな感じか。そうですね。だから資産保全とか、はい、不動産の、まあ、将来的に5年も10年もっていう意味での値上がりとかを目指したりっていう意味での購入者が多い状況ですね。あ、そういうことなんですね。わかりました。はい、利回りは実際どのぐらいなんでしょうか。 3% とかですね。そういうものもアメリカとかと同じような水準の 3-4% 回ったらお持ちみたいなんですね。そういう賃貸の収益性になってしまってるんで、はい、いろんな側面からあると思うんですけど、はい、アメリカ、シンガポール、マレーシアとかもそうですよね、はい、あとはエストニアとかそういうヨーロッパの方もですね、はいはい、そういった全てこの 3% ぐらいの国の中でいるんだったら、はい、どこが一番実際おすすめなんですか。いやー、資産保全という意味では、まあ、シンガポールもすごくいいと思いますけれども、私やっぱりアメリカはそういう意味ではすごくいいのかなと思いますね。それは安定していて確実に収益を得られる。そうですね、うん、あと換金するときも本当比較的その流動性が高いというか、はい、まずそう簡単に今のアメリカが何らかの政治の不安で国家がどうにかなってしまうというのはちょっと考えにくいですし、はい、そういう備えとか予防性みたいなものを国家としてもう何重にも張ってる、うん、非常にこう戦略的な国家ですから、アメリカの不動産はそういう意味ですごく安定性は高いと思います、ね、そういうことなんですね。はい、わかりました。あと他シンガポールのことについてお伝えしておきたいことってありますでしょうか。不動産価格も物価も高いですし、日本の銀座みたいな感じのこう街並みですから、なんというか、まあ、東南アジアに来たという感覚はあまりないですね、まあ、行った感想としてはですね。ただまあ暖かいので、そういう意味では過ごしやすいということで富裕層の一部がやっぱりこう盛んになってるのかなと思いますけれども、うん、とにかく税制もそうですし、ありとあらゆるその生活環境を整えるために富裕層への優遇措置みたいなものは国家としてもものすごいいろんなこう喜ばれるようなそういう優遇措置がありまして、まあ、今後もそういう富裕層をターゲットにした国家戦略は続いていくんだろうなというふうに思いますね。うん、ですね。あとそのあれですよね、マーライオン、まあね、はい、お酒飲んでちょっとマーライオン的なありますね、過去にそういうご経験あると思うんですけど、はい、まあ、そういうマーライオン的な感じの、記憶の中でやっぱ常にね、浮かび上がるのはシンガポールの総本山マーライオンですよね、はい、すごい直角に出てますからね、はい、確かにそうですね、はい、あそこまでマーライオンならないですけど、そうですよね、はい、もう日本酒と洋酒ちゃんぽんしちゃったみたいな、ありますね。シンガポールはご飯も美味しいですよね。
いやもうそれはあの世界中のそういう一流シェフとかが集まってますしね。そうですよね。ファイブスターのホテルだらけみたいな感じですから、はい、まあ、そんな地元の人がだからやたらめったら笑いをするってことはないんでしょうけど、はい、まあ私たちの方が上でしょうね。はい、そうです。まあ、笑いの確率、笑いの確率は確かに高かったね。今日はちょっとその辺で終わりたいなと思うので、はいはいはい、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。